はい、どうもこんにちは。東大阪市慢性腰痛専門整体の院長の岡野と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今回ですね、僕のですね、勝手な都市伝説シリーズっていうのをやっていきます。都市伝説シリーズ、まあこういうね、整体院っていうのをですね、させていただいているんですけれども、まあ趣味としてですね、都市伝説とかっていうものがね、めちゃくちゃ好きです。例えばまあ UFO であったりとか、まあ今流行ってるウイルスとかっていうのもね、まあいろいろあるんですけども、そういったね、世の流れの中には必ず都市伝説というものがね、結構ありますよね。 UFO はいるのかとか、まあ宇宙人いるのかいないのかとか、未確認生物がとか、まあ例えばアニメの都市伝説、トトロの都市伝説とか、まあいろいろねあるんですけど、僕そういうのね、めちゃくちゃ詳しいです。はい、結構ね、見るのが昔から好きだったので、で今回ですね、この体育座りの都市伝説あるのをご存知でしょうか。体育座り、これなんでねお伝えしようかって思ったっていうとですね、やっぱり僕自身もね、こういう姿勢であったりとか体痛みに対しての、まあ、プロでありますので、その都市伝説も含めて全部ね今日お話ししていこうかなと思います。なのでまあ興味がない方はね、この動画消してもらってもいいと思います。ただまあこれをね聞くあなたはですね、ほとんど初めて聞く内容になってると思うので、ぜひね最後までご覧いただければと思います。で早速ねやっていくんですけれども、この体育座り、あなたはですね、この体育座りをですね絶対してきましたよね。でこの体育座りをしたことがないっていう人はですね、いないと思います。はい、もしいない方がいてたらですね、コメントの方ください。はい、でもこれはね絶対やってるはずなんですね。でこの体育座り丸オア×って書いてるんですけど、これはもう最後の方にお伝えしていきます。体育座りですね、これやったことあると思うんですけれども、なんで体育座りなんでしょうね。そういうの考えたことありますか。体育座りの都市伝説ってあるんですね。考えてみてください。気づけばもう体育座りしてましたよねっていうことなんですね。これがなんで体育座りをさせているのかっていうのは、まず一つはですね、義務教育だからですね。で気づいた頃にはもう幼稚園だとか小学校とかでもう体育座りっていうのがですね、義務教育されてきているはずです。義務教育なので、もう強制的にね、やらされているっていう形になってきます。で、この体育座りがですね、義務教育化されてきた。そして、もう結論を言ってしまうんですけれども、体育座りっていうのはですね、体にとっては、実は、すごく悪いです。罰なんですね。悪になります。で、この体育座りがですね、なんでダメなのかっていうとですね、やはりですね、このストレートネックであったりと背骨が曲がって、要はこういう形になるんで、すごく丸まる姿勢なんですね。でこれがダメっていうことなんですね。体の機能を弱くさせてしまう座り方になってきます。でこれがですね、なんで発展してきたかっていうとですね、まあ言われているのはですね、 GHQ って言われる、要はマッカーサーとかね、昔教科書とかで習ったかもしれないですけれども、そういうね組織がこの日本人を弱らせるためにですね、この体育座りを導入したって言われてます。で古代のですね、まあエジプトかどっかかちょっと忘れましたけれども、そういうまあ石画っていうんですかね、にその体育座りをさせられている、要は奴隷のですね絵が描いてあったそうです。で要はこの体育座りっていうのはですね、奴隷であったりとかそういう方へ対しての座り方なんですね。なので最も体力を奪われてしまう座り方っていうのがこの体育座りになってきます。でなんでこの提案をですね日本にさせてきたのかっていうとですね、要はアメリカとかこう日本がですね、もう逆らわないようにするために、日本人をですね体を弱くさせてしまうという施策がこういう体育座りであったりします。で基本的にまあこういう施策がね出されてきたっていうのは戦後からって言われてます。で戦後から要はまあ給食とかもね始まってきて、例えばそこでですね脱脂粉乳とかね、昔食べてた方は分かると思うんですけれども、僕はね食べたことないんでちょっと分かんないですけど、脱脂粉乳とかパンっていうのが非常にね多かったと思います。でそういうね米っていうのは基本的にね禁止されていたって言われてます昔は。でこれもなんでかっていうとですね、要はパンっていうのもですね、アメリカの小麦とかを使った、要は遺伝子組み換えのですね小麦を使ってたって言われてます。なのでそれを使ったパンを日本に提供するっていうことはですね、勝手に日本人の体はもう弱くなってきますっていう施策をですね、もう国がですね、
国絡みでやってきたっていうのがこの体育座りの都市伝説になってきます。でこれをね考えていってほしいんですけれども、行儀が悪い座り方って何でしょうか。行儀が悪い座り方でもうパッと思い浮かぶのって基本的にあぐらなんですよね。あぐらで行儀がいい座り方は何ですかっていうと正座なんですよね。で昔古来日本人の人々っていうのはですね、正座、要は東洋の、なんていうんですかね、文化がついてたので正座をね主にしてました。でこれがだん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 正座をするね習慣っていうのがもうなくなってきてます。でどういうのが多いかっていうとですね、やはりこういう体育座りとかっていうのがですね、もう義務教育化されてきてるんですね。なので正座の文化がなくなってきてます。で実際ねこういう仕事をしてると分かるんですけども、やっぱり正座がね昔より減ってるので、膝が悪い人が増えてたり腰が痛い人が増えてたりっていうのは現状になってきます。で基本的にそのいい状態って言われるんですよ。日本人の要はお腹ですね、このへその下です、丹田って呼ばれるところがねあると思うんですけども、この丹田っていうところのヨガとかをね連想してほしいんですけれども、丹田とか、まあ、こういうねちょっと椅子座り方なんですけれども、こういうねなんか丹田とかを意識してこうあぐらをかいて精神をね統一するっていうね瞑想みたいなポーズがあると思うんですけれども、実はこういうのが一番体にとってはいいって言われてます。ただもう僕たち日本人では洗脳されているって言われてます。なのでこのあぐらはダメですっていう認識になってしまってるんで、こういうヨガのね瞑想のポーズとかあぐらをかく習慣っていうのがなくなってきてるんで、要は腹が弱ってきます、お腹です。なのでお腹を弱らせる座り方っていうのがこの体育座りだって言われてます。背中も丸くなりますし、腰も丸くなって首を前に出て、呼吸ね数量も減ってきて脳に酸素がいかなくなって学習の能力が低下したり集中力低下したりっていういろいろなね症状が出てきます。なのでこの体育座りっていうのがですね導入されたっていう、まあ、都市伝説になってきます。なのでまあね今回ね僕の単なる都市伝説のね体の座り方とか体育座りについてお話ししていったんですけれども、結局はですねやっぱりこういうね何か裏がある。ただこれはですね信じるか信じないかはあなた次第です。はい、どっかの人のパクリになってるかもしれないですけども、まあ、でもこれは実際ね信じる信じないっていうのはあなた次第になってきます。ただ僕はこういう何かすることにとっての裏付けっていうのは絶対あると思ってるんで、僕はですね本当かなと思ってるっていうことですね。実際ねこういう施術とかをしているとやっぱり体に悪いいいっていうのはすぐ分かってきますね。まあこういうね都市伝説も面白いなと思って、まあ皆さんにねシェアできたらと思ってましたので、今回動画にさせていただきました。はい、という形ですね。まあこの動画ねぜひいいなと思ったらねチャンネル登録してもらって、また今後もね、高評価とかも、コメントとかもねどしどしお待ちしてます。都市伝説シリーズ僕好きなんで、またねどっかのタイミングでできたらと思います。まあ体にね関わったことでやっていきたいので、ぜひチャンネル登録してください。はい、それではですね本日動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは失礼します。バイバーイ。